あとワイン。ワインは、トレーダーによる高級品ですかね。研究テーブルですよね。ブループリント。木材が圧倒的に足りないぞ、これ。こんなに木材、ゲットできないゲーム、なかなかないですよね。なかなかレアじゃないかな。木材がやばい、ほんと。で、もう夜だな。朝の周期はちょっと短いですね。あ、これ寝る時間によるのか。もうちょっと早めに寝た方がいいのかな、これ。これ圧倒的に木植えた方がいいですよね。それでも4つしか手に入れないから、ね。ちょっとあれですね。ひたすら木が伸びるのを待つっていうのね。そんなゲーム嫌だな。木材はもうちょっと自由に、あれだな。取らせてほしいですよね。木材結構手に入りましたね。次は、あ、修理ハンマーいいじゃないですか。修理ハンマーですね。オッケーオッケー。修理ハンマー来た。修理ハンマーは、あ、これですね。なんか潰れてたりすんのかな。解体ができるようになるのか、これで。あ、これ修理ができんのか。修理。これ素材使ってんの？ん？素材使ってる？素材使ったかな？ちょっと見てなかった、今。まあ、解体できるようになりましたね、これで。ただ、圧倒的にまた木材が足りないんですけど。木材が足りないの、これきついぞ。あ、寝よう、寝よう。あ、まだ寝れない。寝るまで待っとかないといけないの、ちょっと辛いですよね。なんか、ずっと木材をこう待ってる感じだな、今。これチェストにも大量に、この木の板使うし、木の板が、やばいですね、ほんと、使う容量が。15個手に入った。あ、寝ましょうか。オッケーオッケー。11時。で、木材がまだ手に入ったんで、研究テーブル作りましょうか。やっぱ、ブループリント気になるわ。ね。研究テーブルですね。あ、結構でかいな。あ、こっちにしようかな。よし。オッケー。来ましたね、研究テーブル。研究は、あー、すごいじゃないですか。これはどうすんだろう。あ、これを入れたらいいってことかな。自動的に小魚を収穫します。あ、マジで？それやりたいな。ロープを作って、あ、これで研究できるのかな？研究した？これ作れるようになったってこと？あ、ありますね。はいはいはい。研究あれだ。入れるタイプか。でも、ブループリントあるんですよね。あ、右クリックで覚えるみたいですね、これ。あ、覚えた、覚えた、覚えた。はいはいはい。これで覚えたってことですよね。家具。あ、あるある、ここに2つ。そうか。なるほど。こういうブループリント式と、あと、ここで入れる式か。あ、クロスボウとか良さそうだな。あ、クロスボウいいですね、これ。だって、メタルスクラップめっちゃあるから、コスト低そうですよね。あ、ちょっと待って。これ、スクラップメタルスピアかな？これちょっと作ろうか。作れる作れる。これですね。研究しましょう。あと、粗末な手榴弾がなんかいつの間にかできるようになりましたね。あ、これも作れますね。研究して作れるわんで。作りましょう。OKOK、できましたね。これダメージが40で、前回のは32か。あ、8しか上がんないのか。意外に上がんないな。で、研究はクロスボウが欲しいから、次布が欲しいな。布を探しに行きましょうか。あ、もう13時だな。南に行こうかな、次。北ばっかり行ってもんな。あ、南もちょっと陸上地は敵がいそうですよね。あれなんだろう。新しい地区。地区43。あれ気になるな。あれ敵はいないか？敵がいてたらちょっと逃げましょうか。敵かなあれ。トレーダーっぽいっすよね、見た目。あ、交易全焼基地だって。全焼基地。あ、トレーダーっぽくないっすか？行ってみましょうか。よいしょっと。登って。これ、無理？あ、いけるいける。よしよし。ちょっとでも木材欲しいですからね。トレーダーだな。あ、ぽいですね。あ、トレーダーだ、やっぱり。あー、こんなところにありますけど、バッテリーとかもある。水上スクーターとか、良さそうですけど。
あ、木材欲しいけど、木材は何だって書いてくるんですか。メタルスクラップで変えてくれんのかな。あー無理か、メタルスクラップじゃ無理なのか。あーちょっと今はいいか、とりあえず覚えておきましょうか。こういうのがあるんですね。強化構造とかもある。金属のものを探知するやつもあるのか。なんか必要そうなやつ結構ありそうですね。オッケーオッケー。あとは何もないかな。探索しましょうか。あ、されんのありますね。あ、木材ありがたい。布もありがたい。あとここにもなんかあった。あー、スクラップメタル。あー、スクラップメタルはいいか。あと、この中に何かあるのかな？あされますね。普通に。あ、布ありがたいな。今、布欲しかったんですよね。あと、木も手に入る。よしよし。木大量に手に入るな、これ。いや、ただで手に入るような感じでいいですね。もうあさんのか。何もなかった。よしよし。壊していきましょう。よいしょと。あ、食べ物があったな。ありがたいですね。ただでこうやってくれんの。あと、ここにも。ああ、いいですね。何シガーっていうのが手に入って、何シガーって。あ、価値があるの？タバコか。木材あるじゃないですか。持って帰ろう。木材欲しい。木材は何本あってもいいですね。ああ、もういっぱいか。ああ、水飲んで飯食うか。これは何もないか。あ、これも探索できる。何？ゴムか。あー、いっぱいなのか、もう。メタルスクラップを持って。あ、ゴムが手に入るんですね。こっから。タイヤから。いや、いいじゃないですか。あと、シャツ。これどんなやつ？あ、かっこいいですね、これ。持って帰ろうか。このタイヤからゴムが手に入るわけですね。オッケーオッケー。なるほど。あ、なにこれ？ブーツ。あ、ブーツ。あと？タンクトップ。タンクトップここじゃないのか。あ、持って帰れないな。いやー、キノコ食べるか。オッケー。じゃあ一旦帰ろうかな。でもこれどれぐらいのシュガーって価値あるんだろう、これ。シュガーの価値。シュガーの価値が出てこないんですよね。これメーターみたいに出てきたらいいんですけど、メーターが特に出てこないな。これ気になるな。鉱石検出器。帰れないですね。出てこないわ。うん、今はいいか。あ、もう夜になっちゃった。もう6時だ。チェストの中に入れたらよかったんだ、今まで。忘れたチェストの存在。やばいな、こことか。待ってそうですね、敵が。あと、会場にいる間は、襲撃はないのかな？今んとこ襲ってこないですね。ミュータント居住地。あ、これだ。これですね。オッケー。帰ってきましたね。ちょっと一旦火をつけてと。研究で、ああ、もうここら辺とかできそうだな。金属の斧とか、クロスボウとか。これクロスボウできますね。オッケーオッケー。あとクロスボルト。クロスボウの弾薬。オッケーオッケー。クロスボウですね。作ってと。あと、クロスボウの弾ですね。あ、弾結構手に入んだな。20発。オッケーオッケー。これで、やっと、遠距離攻撃ができますね。どんなんだろう。あ、こんなやつか。ちょっと待って、撃つのって、ちょっと撃ってみようか。あ、撃った撃った。あ、自動的にあれか。やってくれんのか、これ。オッケーオッケー。30発。すぐなくなるかな。これ攻撃かなりレベルアップしましたよね。遠距離攻撃もできるようになったし。あと、ここら辺もやりましょうか。スクラップメルト。スクラップがなんせ大量にあったから。これ研究しましょう。服かな？あ、これですね。作っちゃったな。スクラップもだいぶなくなりましたね。これメット。すごいことになってますね。重そう。めちゃめちゃ重そうだな。あー、アンロック式になってんな、あと。他のやつ。アンロック式ですね。そうかそうか。ゴムがあればいいとか。なるほど。壁のトゲ。
壁の時計もやりましょうか。アンロックしとこう。襲撃用にちょっといろいろ備えたいですよね。何これ、重工房とかあるな。鉄のインゴット、なんかいろいろ勝手に増えてってんの。あ、もう4時だな。もうこのまま朝を迎えるか。あ、食べ物が問題で、あれですね、ちょっとイチゴとか植える木材大量にあるから、ちょっとプランター2つ作ろうか。新たにちょっとこっち側をあれしよう、プランター置きにしましょうか。イチゴ置いてこう。んで木材がもうなくなったな。木材速攻でなくなるな。ほんとクロスボウは30本が限界ですね。あと襲撃用に備えたりとかもしたいんですけどね。木製のバリケードとかしたいけど、木材がねもっと手に入らないとちょっとあれですね、厳しいな。一瞬で木材なくなりますもんね。とりあえずチェスト置きたいな。重ねることできないのか。じゃあこっちに置いとこうか。チェストもすぐ満杯になっちゃうからね。まあでもだいぶ進化してきましたよね、何気に。手榴弾気になるな。ただ布がないんですよね。あ、麺があれば布に変えれないかな、これ。ただ麺がないんですよね。麺どこで手に入るんだろう。次の探索行こうか。アパートメントかな。次はスクラップとかももうなくなりましたからね。ちょっといろいろ揃えていきたいですよね。十分揃ったら襲撃に行きましょうか。どっかの拠点、敵の拠点。ちょっとまだ早いと思うわ。今欲しいのは、そうだな、木材、スクラップメタルあたりかな。あと布も欲しいですね。基本的なやつがとりあえず欲しいな。圧倒的に不足なんですよね、基本的なやつ。木材なんてやばいほど必要ですもんね。木材こんなに必要なのに、なかなか手に入れさせてくれないゲームって珍しくないですか。世界がもう海の中にあるから仕方ないっちゃ仕方ないか。あ、こいついてる。あ、早速、あ、海中では使用できないのか。そうか。これでやるしかないな。やりたいですよね。届きそうに届かないんですよ、俺。オッケー、2発になりましたね。前まで3発だったのに。そうか、ちょっとやっぱ攻撃力上がってんな、これ。あと探索してなかったとこあるかな。これ探索できる。あ、なんかいっぱい手に入った。オッケーオッケー。あー、やばい、息やばい。あー、なんだこれ。またネオンですね。ネオン好きですね、このゲーム。ネオンがやたら手に入るわ。あ、ガラスも来ましたね。あ、これガラス結構手に入ったな。これなんかできたな、ガラスで。あ、ガラスで瓶だ。瓶ができるようになるんじゃない、これ。まあ、帰ってからやりましょうか。そうですね、水筒いけそうですね。家にもっとあったと思うんで、ガラス。あと鉱石とか手に入れたいな。ピッケル確かありましたよね。あれ、ピッケルなかった？あったピッケルだ。鉱石、そうだな、鉱石だな。鉱石加工するにはなんか必要なんでしょうけど、鉱石を加工するやつなんかいりますよね、きっとね。アンロックかな、今のところないですね。あ、これも木材になるんじゃない？あ、これならないのか。なりそうだったのに。あ、キャンディーバーとか来ましたね。初だな、キャンディーバー。あ、これ鉱石っぽいですよね。鉱石掘り掘りもしたいですね。あ、これまだか。あ、ここにも、あ、なんかありますね。油絵。あと、フクロウのおもちゃ。あ、コーンまだ見てないかな？あ、電子部品ですって。あ、これ電子部品なんだ。そうか、覚えとかないとな。アパートメントすごいな、これ。は、ほんと。なんだこれ。大量すぎる。34% だな、それでも、まだ。まだなんかあるんだろうな。これ、何もできないのか。探索できないっすね。なんかできそうなのに。できそうだけどできないな。電子部品っぽいぞ、これ。これそうだろ。あ、やっぱそうだ。なんとなく分かってきたな、素材のありか。あ、あとゴムがあるんじゃない、これ。これゴムでしょ。あ、来た。やっぱそうだ。タイヤはゴムなんですよね。よしよし。いろいろ分かってきましたね。じゃあもう荷物いっぱいでし、帰りましょうか。よしよし、着きましたね。木材がこんな大変なゲームだとはね、誰も思わないですよね。しかし。あー、これやろうか。
油絵か。油絵こっちにやっとこうか。いいですね。あともう一つ何かゲットした。フクロウのおもちゃ。フクロウのおもちゃは、あ、壁かなこれ。はい。こんな感じか。いや、行ってと。あと水とかもしないといけないけど。あ、ガラスだ。そうそうそう。ガラスをゲットしたんで、水筒ですね。オッケーオッケー。水筒。ただ水が今のところないから、海水ちょっと持ってこようか。あ、やばい。来てるな。こっち来てますね。まだ音楽変わってないだけで。向かって来てるわ。早速これがうなりますね。こっからめちゃめちゃ当てれるんじゃない?よし。オッケーオッケー。こっち来てるな。こっち来てないか。あ、やばい。入ってもうた。これ敵どうなってんだろう。何が狙ってんだろう。ベッド狙いで来てるかもしんないですね、敵。なんか、何してんだこいつ。何してんだこいつ。敵の数が多くなりましたね、突然。何回か襲撃来ると、わーわー襲撃来るとあれか、敵が数増えるんだな。今んとこ一種類ですけどね。その種類が増えてくんのかな?オッケーオッケー。あ、なにこれ?鶏肉初めてですね。布、鶏肉好きかな?次来たのは。鶏肉好きの人たちが来たのかもしれないな。鶏肉焼いときましょう、あと。鶏好きの人たちからゲットしたやつですね。あ、できた?あ、鶏肉できましたね。鶏肉いいじゃないですか。食べましょう。あ、鶏肉も回復しますね、結構。木材もだいぶ手に入って、水筒だ。そうそうそう、水筒。水を取ってください。あ、水のボトルに入りましたね。これ一回分かな?一回飲んだら終わりかな?ちょっと飲んでみましょうか。あ、一回で終わりだ。そうか。何回も飲めないんですね。結構敵が来たから、敵防ぐためのやつを作りたいな。バリケードですね。有刺鉄線にしようか。ここら辺ちょっと張り巡らそうか。ここら辺タムロしてましたもんね。だからここら辺来るってことでしょ。彼らはジャンプは特にしなかったですよね。だからこれでいいか。あ、修理ですね。木材が15。あ、ただでできんのこれ。特に、そうか、作ったら作ったで OK なんだ。だいぶ楽だな。素材を必要としないみたいですね。どうやら。ピッケル作りましょうか。ピッケル。オッケーオッケー、できた。ピッケルは、あ、こんな感じですね。これ、どれが掘れるんだろう。海中にある鉱石みたいなやつかな。これ、さすがに無理だろうな。ちょっと、潜りましょうか。確かめましょう。何が取れるのか。あからさまになんか石っぽいやつは取れそうですけどね。こういうの鉱石っぽいですよね。あ、違うのか。これ鉱石だと思った。違いますね。反応がないわ。あと亀さんがいてる。亀さんって、あ、倒せそう。なんかゲットできないかな。強い。硬。あ、よしよし。倒した。生肉か。肉をゲットできるみたいですね。あ、ここにも忘れてるな。あ、何これ。いっぱいあるわ。ああ、持って帰れないけど。壁トラップ。これやりましょうか。あ、ありますね、ここに。これやってみましょうか。壁トラップ。ああ、そうか。こういう縦掛け式なんですね。よく横に来るから、横に置いとこうか、これ。これどうやって作動するんだろう。作動の仕方がいまいちちょっとよくわかんないんですけど。まあ置いときましょうか。あ、これやりましょうか。次のやつアンロック。できそうだ。オッケー、いけますね。アンロックと。わー、すごいな。次、拳銃出てきましたね。トリプルバレルピスト。銃拳銃。わー、すごいな。高度浄化装置とか。あ、かまどありますね。あ、でもまあ、次に行くのに絶対必要ですね、これ。あと、銃か。
銃も魅力的だな。中堅銃魅力的ですよね。ダメージ60だって。ダクトテープあったな。ちょっとやってみるか。アンロック。あ、ありますね、ここに。あ、作れそう。いけそう、いけそう。いけますね。食らうとすると。来た、来た、来た。中堅銃。ただ、弾が問題だよな。中堅銃来ましたね。おお、撃った、撃った、撃った。びっくりした。弾一発なくなったってこと？これで。ちょ、ま、弾ってどうしたらいいんだ、これ。弾は？あ、これか。黒色火薬。硫黄ですね。とりあえず、硫黄をゲットしないといけない。あったあったあった、銃工房。いつの間にか作れるようになった。あ、これ鉄インゴットいいのか。そうか、まだ僕銃が早かったわ、これ。さっき作るんじゃなかった。弾なんとかもできないわ。とりあえず大事に保管しておきましょうか。仕方がないわ。これで網ですね。漁師網。あ、漁師網は外やね、これ。漁師網はどうだろう、これ。あー、水中の中ってこと？ここ置いとこうか。ここあかんでしょ。あかんところに置いてしまったな、これ。これ大丈夫かな。やばい、もっと中だったな、これ。しまった、偉いとこ置いてもさ。これ取れないでしょ、きっと。まあ、置いときましょうか、とりあえず。取れたらラッキーだ。やっぱ魚入ってないですね。寝たけど。ダメだ、失敗したな。移動とかって特にできないんですよね、これ。ハンマーで、やっぱ、解体しかないのか。ちょっと解体しましょうか。破棄になるのか。解体するか。確定。これだ。あ、帰ってくんのか、これ。あ、ちょっとは帰ってくる感じですね。そっか、ちょっとか。移動とかできたらいいんですけどね。ピッケルで鉱石が欲しいんですけど、鉱石の見つける機械ですよね。あそこ、トレーダーで売ってたと思うんで、ちょっと行ってみようかな。何売ればいいかな。フレアとかいらないけど。なんか売れる。服とかも売ってみましょうか。売れるやつ売ってみよう。いやー、これ売ったらさすがに厳しいなー。せっかく作ったんですけどね。でもいいか。鉱石見つけたらもっといいの手に入りそうですよね。できるだけ売りたくないけど。電子部品とか、後々絶対役に立ちますよね。まあ、とりあえずこれで行ってみましょうか。とりあえずトレーダー行きましょう。よし、着きましたね。あれ？あれ、木材とか取ったんですけど、復活してますね。あ、これもしかしてセーブ&ロードでここ復活するんじゃない？そんな気がするな。まあいいや。ここにありましたよね。あったあった。鉱石検出器ですね。これ欲しいけど、変えてくんないかな。高価なワイン。無理か。シガー。ノー。うわ。服。あこれでも無理か。フレア。あ、いける？これで。ちょっと待って、フレアいらないな。フレアいらないわ。ちょっと服回収して。あ、フレア案外、効果？これでいけそうですね。釣りの餌。釣りの餌も案外いけるな。釣りの餌売ろうか。これでいこう。はい。よし、来た。来ましたね。これは、こうして、6番。来ましたね。あ？何これ？どうやって使うの？バッテリーがないのかな？バッテリーなんかあんの？あ、書いてるわ、ここに。金属検知器の、あ、これもいんのか。バッテリーもいんのか。うわー、これ、これ無理じゃない。まだ、まだ諦め。案外、クロスボウも買い取ってくれますね。ちょっと待って、クロスボウやるか。あ、クロスボウ結構いいですよ、これ。案外、クロスボウ買い取ってくれるな。なあ、クロスボウ売っちゃえ。あ、クロスボウで買えるな、結構。クロスボウいいですね。全部クロスボウで買えるんじゃないこれ。案外。うん、これで買い取ってくれますね。オッケーオッケー。これでバッテリーも手に入って、これどうすんだ？おう。入った？あ、入りましたね。これは？あ、距離を教えてくれるのか、そこの場所の。あ、なるほど。ピッケル持ってるんで、ちょっと行きましょうか、そのまま。ちょっとチェストの中に入れとこうか、これ、服。服とか入れて。距離ありますね、これ結構多分。あ、バッテリーの減りがめちゃめちゃ早いな、これ。めちゃめちゃ減り早くないですか、これ。もう一つ電池を
あれだな。あ、ネプチューン。何それ、ちょっと待って、ネプチューンってなんだろう。ちょっと潜ってみる。あー、ちょっと探索していきましょうか、ついでに。何これ、危ないっぽいけど、これ探索。あ、化学物質、化学物質とか手に入った。あー、そういうところ、船の名前がネプチューンっていうのかな、なんかそんな感じですね。あ、いたいた、やば、サメだ、やばやば、サメがいてるわ。ちょっと、まあまた今度来ましょうか。まあ目的はあくまで鉱石なんで、鉱石行きましょう。いや、反応が早くなってきましたね。あ、こっちじゃないの。あら、ここら辺、あ、ここ、あ、潜ったらいいってこと、もしかして。ここら辺っぽいけど、あ、これじゃない、あ、そうだ、これだ。よしと。あ、銅鉱石取れますね。よしよし。オッケーオッケー。鉱石取れるようになった、これで。